森保はじめ遊戯王カードにしてみたパーフェクト無能、森保はじめ無能族、攻撃力1200、守備力2500、自分フィールド上のモンスターはなぜか攻撃力と守備力が入れ替わる。レオザと名の付くモンスターが相手フィールド上に存在する限り、このモンスターは攻撃できない。手札に朝のタクマが存在する場合、このモンスターの攻撃力は1000ポイント下がる。続きまして、パーフェクト無能を森保はじめと組み合わせるとゲームを有利に進めることができるカードを紹介します。涙の国家聖書。自分フィールド上に無能神はじめ森保が存在する場合、相手プレイヤーは泣きながら国家を聖唱しなければならない。国家を聖唱しない限り相手プレイヤーは行動することができない。森保の号泣を見てなんかおもろいなと思ったプレイヤーはデッキから1枚浅野拓磨をゲームから除外することができる。これからも最近話題のサッカー選手のカード情報を伝えていくから、フォローしてくれると嬉しいです。